ライアン・チャーチはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタバーバラ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2000年6月5日にドラフト14巡目でクリーブランド・インディアンズから指名され6月7日に契約を結んだ。契約後マイナーリーグのマホーニングバレースクラッパーズに配属され73試合に出場。打撃面では打率。 298.10本塁が65打点、11、盗塁、オプス0.899という成績を残した。守備面ではライトを52試合、レフトを15試合、センターを1試合で守り、3ポジション系で3失策、守備率973という成績を残した。2001年は A 級のキンストン・インディアンズと A 級のコロンバス、レッドスティックスの2階級でプレー。 2チーム系で125試合に出場し、打率。278.22本塁が、91打点、5盗塁、オプス0.890という打撃成績を残した。守備面では、前年に引き続き外野3ポジションを守り、埼玉はライトで109試合だった。2002年は、キンストンとアクロンエアロズの2チームに所属。キンストンでは53試合に出場し、打率。 326.10本類が30打点4盗塁オプス1.002という成績を記録。そしてアクロンでは71試合の出場で打率296.12本類が51打点1盗塁オプス0.830という成績を記録。2チーム合算では打率307.22本類が81打点 5投類、オプス0.899だった。守備面では、両チームで、センターとライトを守り、すべてがスで115試合の外野守備で4失策、オプス0.983という成績を残した。2003年は、アクロのみでプレーし、99試合に出場。打率、261.13本類だ、52打点。 4投類、オプス0.754という打撃成績と98試合の外野守備で6失策、守備率977という守備成績を残した。また、アリゾナフォールリーグも経験し、ここではメサデザートドッグズでプレーした。2004年1月4日にスコット・スチュワートとのトレードでマイサー・イズ・トリスと共にワシントン・ナショナルズへ移籍した。移籍後は、 好調を維持し、最終的には、トリプル A 級のエドモントントラッパーズで98試合に出場して、打率。343.17本塁が、78打点、オプス1.047という成績を記録。メジャー昇格を果たし、8月21日のコロラドロッキーズ戦で、メジャーデビューした。メジャーでは30試合に出場し、打率。 175.1本類が6打点、オプス0.495という成績を残した。また、守備では外野3ポジションを計18試合で守り、無失策、DRS プラス4を記録した。2005年は5月に打率。377.1本類が11打点という成績を残し、同月のルーキー・オブ・ザ・マンスに選出された。翌6月も打率。 368.4本塁が13打点と好成績を残したが肩と鎖骨を負傷して DL 入りした。その後、オールスター後に復帰したが DL 入りする前の調子は取り戻せなかった。最終的には102試合に出場し、打率287.9本塁が42打点、3盗塁、オプス0.820という打撃成績を記録。また、 守備では85試合の外野守備で無失策 DRS プラス1だった。なお同年はマイナーでは A 級のハリスバーグセネターズで4試合に出場しただけであり打率278オプス0.611だった。2006年はメジャー昇格直後に3試合で4本塁打を放って注目されたがその後調子を落として5月中旬にトリプル A へ降格した。 しかし、マイナーで調子を取り戻して7月22日にメジャー復帰し、打率305を記録してメジャーに定着した。この年は71試合に出場し、打率276.10本塁が35打点、6盗塁、オプス0.891という成績を残した。守備面ではメジャー昇格から3年連続で外野3ポジションすべてを守り、 通算62試合で2失策、守備率 986DRS-2 という成績を残した。なお、マイナーでは、トリプル A 級のニューオーリンズ・ゼファーズとハリスバーグで、計58試合に出場し、打率242.9本類が32打点、6盗塁、オプス0.754を記録した。2007年7月19日2007年は、 自己最高の144試合に出場して規定打席に到達。打率272.15本塁が70打点3盗塁オプス0.813という打撃成績と128試合の外野守備で3失策。守備率 991DRS プラス10という守備成績を残した。なお同年はメジャーでは初めてライトを守らずに終えた。 2007年11月30日にラスティングスミレッジとのトレードでブライアン・シュナイダーと共にニューヨーク・メッツへ移籍した。2008年3月22日メッツ移籍初年の2008年は5月まで校長を維持していたがもともと脳に軽い損傷を受けていたところに移籍のプレッシャーや疲労が重なり6月に脳神糖後症候群を発症した。この治療に 約2ヶ月を要したこともあり、同年は90試合の出場で打率、276.12本塁が49打点2投塁、オプス0.785という成績だった。守備ではライトに専念し、83試合の右翼守備で1失策、守備率99、995DRS プラス4という成績を残した。また、マイナーではニューオーリンズ、 ビンガムとメッツブルックリンサイクロンズ GCL メッツの4階級で8試合に出場し、打率200.3打点、オプス0.539という成績を残した。2009年は67試合に出所して打率280.2本類二22打点、6投類、オプス0.707という成績を残していた。2009年7月10日に、 ジェフ・フランコーとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍した。ブレーブス移籍後は四十四試合の出場で打率。二百六十点二本塁打、十八打点、オプス点七四九という成績を記録。2チーム系では百十一試合の出場で打率。二百七十三点四本塁打、四十打点、六盗塁、オプス点七二二という打撃成績と百五試合の 外野守備で2失策、守備率、990DRS プラス11という成績を残した。オフの12月12日に FA となった。2010年1月11日にピッツバーグパイレーツと契約を結んだ。パイレーツでは69試合に出場し、打率、182.3本塁が、18打点1盗塁、オプス0.552という成績だった。 守備面では、ガイア野3ポジションを計45試合で守り、無失策、DRS プラス3を記録した。2010年7月31日に、ペドロシリアコ、クリス・スナイダーとのトレードで、DJ カラスコ、ボビー・クロスビーと共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。ダイヤモンドバックスでは37試合に出場し、打率26、265.2本塁打、7打点。 オプス0.835という成績を残した。遺跡マイトの合算では、106試合の出場で打率、201.5本類だ、25打点、1投類、オプス0.616だった。そして、12月2日に FA となった。その後、前述の脳震盪の影響が続いたこともあり、現役引退した。2005年、チャーチは、当時付き合っていた。 ユダヤ人のガールフレンドとの関係について、ナショナルズ専属の牧師、ジョン・モーラーに相談をし、その際の牧師様に、ユダヤ人の彼女はイエス様を信じようとしない。イエス様を信じない。ユダヤ人たちは地獄に落ちてしまうのでしょうか。と尋ねたら、牧師様は首を縦に振って、その通りだと答えたんだ。だから、キリスト教以外では天国に行けないってことを、 彼らユダヤ人たちに教えてあげたいと思う。というやりとりを公表した。これがナショナルズのユダヤ人に対する公式見解なのか。というユダヤ系団体の猛抗議を招いたため、ナショナルズはモーラー牧師を解雇し、チャーチは謝罪声明を発表した。ありがとうございます。